国際親善試合、日本代表対韓国代表の日韓戦、3月に開催される可能性が浮上している。韓国、中央日報などの韓国メディアが4日に報じた、シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、3月25日に2022年、タールワールドカップアジア二次予選の、ミンマー戦が開催される予定だったが、新型コロナウイルスの影響を鑑み、延期が決定してい、同市は、この3月のインターナショナルウィーに、日韓戦を開催する、可能性を報じている。同によると、日本サッカー協会、JF が、大韓サッカー会、KFC に親善試合開催の公式文書を送ったといい、日韓戦が実現すれば、2019年12月の E1 選手権以来、国親善試合の日韓戦では、約10年ぶりになるといい、新型コロナの影響で、隔離期間などの問題が、るが、果たして日韓戦は開催されることになるのだろうか。両。